皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。さあ今日久しぶりのアプリをネタですね。今日ねトルクカムを交換します。で、今ね秘密基地に来てるんですが、いつものところね、その方がねノーマルカムを、ちょっと加工してくれました。それをねつけてねどう変わるのかちょっと試してみたいと思います。早速バラしました。クラッチもバラしました。そしてこちら比較ですね。こっちがノーマルのトルクカム、くの字にね上の方がこの辺りとかねちょっと曲がってますね。これがね加工品はまっすぐになってます。はい、これでどう変わるのか、私自身全然分かりません。これで何が変わるのかね。なのでね早速ちょっとこっちの加工品をつけて試してみましょう。さあトルクカム装着しました。どう変わったか、顎のフントにねようやくちょっと戻しました。これもねまた耐久性どのぐらい持つか、ちゃんと落ちないようにねストラップかけて安全対策もちゃんと取ってますけどね。はい、トルクカム今変わって、スタートがねすごい良くなるよっていうのと、もう一つねスタート0から最高速までがもっと時間短縮できるはずっていうところと、さらにもう一つ3つ目アクセル一旦オフにしてそこから再加速が良くなるよということで、3点ね良くなると思われる箇所ちょっと教えてもらったんですが、どうかな今のところ。まあ変化はありますよ、変化あります。でもね加速がガッと良くなったかっていうと良くなったさらに速くなったっていうよりもなんかむしろマイルドになって乗りやすくなってます。はい、もともとアクセル開けすぎるとシュッと出ていくようなイメージというかそんな感じ。だからねちょっとアクセル操作が少しシビアだったんですね。なのでまあウェイトローラーねもうちょっと重くしてもいいのかなって思ってたんですが、それがねマイルドになってます。ガッとアクセル開けてもそんなシュッと出ていかずに、いやすいませんねガッとかシュッとかね音で表現してしまって申し訳ないですが、本当そんな感じで、このスタートもねすごいねマイルド乗りやすい、悪くなってるわけじゃないんですよ、悪くなってるわけではない決して、悪くなってるわけではないんですがね、なんだろうな、いや乗りやすいですよ、本当乗りやすくなってる。で、加速とかそういったのも乗りやすくなってるけどね時間的にするとそんなに差はないと思いますね。なんだろうこれすごい不思議だな。もう一つ、測定するのを忘れていました。アクセルを戻した時の再加速、戻した後の再加速、これはねすっごい改善してますね。そう、今ブーッと走っていってで、信号赤だみたいなね、アクセル戻しました、青に変わりました、アクセルオン。そう、この加速ねこれはいいですね。これは確かにいい気がする。スッと回転が上がるんですよね。今までちょっとこう回転上がりきらなかった感があったんですけどね、これはねいいですね。
はい、今度はですね、作業動画ちょっと撮ってなかったんですが、風鈴をね加工しました。少し今まで削ってたんですが、さらに削りました。そして、削ることによって、プーリーの、一番狭くなった時の、幅をさらに狭くして、ベルトが上まで上がるようにですね。で、それプラス、ちょっと一緒に変えちゃったんで何とも言えないんですが、ウェイトローラー、ウェイトローラーね、前回間違えて、お伝えしておりました。前回ね、4g を6個で、ちょっと言ってしまいましたが、実際は 5g3 つ、4g3 つでした。で、あの状態だったですね。で、今ね、5g3 つ、4.5g3 つです。1.5g 待ちになりました。これでね、どう変わったかというとね、今ここまで走ってきた感じ、ちょこっと走った感じ、出足がね変わりましたよ。逆に、悪くなるのかなってちょっと思ってたんですが、 1.5g 増しで、これはねやっぱ削った効果かな、もしかしたら。スタートのね一瞬は変わってないんですが、そこからねグッと出るようになりました。クラッチがちゃんとつながってからかな、そこからねずっと前に出るようになりましたね。これはいいですよ。1.5g 増しだけど、逆に出足良くなりました。はい。そして落とし込みなんで、最高速はね、ちょっと帰ってからの動画になります。ここではね出すわけにはいかないのでね。はい。なので、最高速がちょっと帰ってからになりますが、出足はね明らかに良くなりましたね。はい、はい。今回ねトルクカム、ノーマル加工トルクカム、それと、プーリーの、削り加工、それと、ウェイトローラーを、今 5g3 つ、 4.5g3 つ、これね正解です。どれがねどうなのかっていうと、ちょこっと走ってきてのインプレでしかないのでわかんないんですが、どれが結果的に一番良かったのかってわかんないですが、でもねこれ全部3つの組み合わせ、これはね正解ですよ。ここまで来た時でね、家からここまでだいたい1時間弱かかってるんで、はい、それ乗り比べて、それと今のこれを乗り比べて、もうねこれ正解です。はい、もう完全に確実に良くなってる。最初の、半クラの時かな、前に進む時のね、その時のは、もちろんそんなに変わりはないんですが、そこからねクラッチがつながってからぐっと出ていく感じ、そしてそのまま高回転で伸びていく感じ、はい、これはねいいですね。もう全体的にさらにアップした。実質さっきのトルクカムの時はねマイルドになってたんですね、逆にね。そのマイルドさが、落とし込みというか削り加工、プーリーの削り加工とウェイトローラーで変わりましたね。はい、激減しました。激変しました。はい、いい感じですよ。これどうでもいい小ネタなんですが、ここのボルトを六角に変えました。それだけです。はい、そういうわけでね、今回はちょっとそういった感じで大成功に収まりましたので、今日はねこの辺りで終わりたいと思います。じゃあね、今回もありがとうございました。それではまた、バイバーイ。おー、伸びる、もういきなり加速する。速い、ちょっと。あ、ごめん。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。っていうぐらい前回に比べて速くなっとる。待って、俺追いつきよ。俺今アクセル開けきらんことになっちゃう、これ。
前回ね、ここずっとアクセル全開で上がりよったんやけど、今ね、全開じゃ上がれん。